イネックス・アドリア航空1308便墜落事故は1981年12月1日に発生した航空事故である。1308便はユーゴスラビアのイネックス・アドリア航空が運用していたチャーター便であり、スロベニアを離陸し、フランスのコルシカ島へ到着予定であった。しかし、コルシカ島の山岳部であるサンペートロ山に衝突し、 乗客180名全員が死亡した。この事故は、マクドネルダグラス MD-81 機が初めて起こした重大な航空事故であると同時に、トルコ航空981便に次フランス国内で2番目に多数の死者を出した航空事故であった。1308便には、173人のスロベニア人、観光客と7人の乗組員が搭乗していた。 1308便は、スロベニアのブルニク空港を離陸し、コルシカ島のアジャクシオ空港へ向かっていた。飛行中に、副操縦士が自分の幼い息子をコックピットに入れたとされている。ホールディングパターン中の1308便に対し、6800フィートの最小保持行動を保ちつつ降下するように指示があった。1308便が下降したとき、 当該機の地上近接警告システムは警告を発したが、乗組員はおよそ10秒間にわたりその警告を無視していた。衝突の3秒前になって、乗組員がエンジン出力を上げて、高度を上げようとしたがすでに遅く、変翼がモンサンピエトロの頂上に衝突し破損。1308便は暴走し、8秒後に墜落。180名全員が死亡した。 事故の時刻は現地時間の午前8時53分であった。調査によると、アジャクシオナポレオンボーナパルト空港の管制官が1308便はすでに海上に到達しており、コルシカ島内陸部にある山岳地帯までは1 5トルほどの位置にいると位置を誤認しており、誤った着陸指示を出したことが判明した。1308便の乗組員は降下指示に驚いてり、 自分たちがまだホールディングパターンで待機中であることを数回繰り返して確認したが、管制塔は降下指示を撤回しなかった。このフライトはアドリア航空にとってコルシカ島へ向かう最初のフライトであり、乗組員はコルシカ島周辺の地形に不慣れであった。調査の結果、千三百八便の乗組員と航空管制官の間で不正確な表現が使用されており、 それが大きな原因になったと判断された。1308便を担当した航空交通管制官はフランスの別の空港に移送された。また、事故当時、アジャクシオ空港にはレーダーシステムが導入されていなかった。この事故を受けて機器のアップグレードと着陸時のアプローチパターンの見直しが行われた。事故が起きた後に飛行機の残骸や 遺体の一部が墜落現場から回収されたが、墜落現場は険しくアクセスしづらい地形でありすべての回収は不可能であった。2007年、スロベニアのテレビ局であるポップ TV が事故に関する報道を行った。その報道内でサンピエトロさんにはまだ多数の残骸が散らばっていることが分かった。その後、スロベニア政府は清掃活動を組織して資金を供給した。 2008年5月には約60人の兵士、山岳救助者、市民保護団体及び救助隊員、医療関係者、その他のボランティアからなるスロベニアチームが約27トンの航空機の残骸を回収した。中には非常に大きい部品もあり、ヘリコプターで輸送する前に機械で切断する必要があったほか、新たな遺体も発見された。翼が衝突した場所には、 異例等が設置された。ありがとうございます。